はい、こんにちは。オリバーです。今日も、えー、アメリカ大学留学情報を皆さんにお届けしたいと思います。えー、僕の自己紹介なんですけれども、まあ、それを、えー、やってないんですね。この、えー、動画シリーズで。えー、僕はアメリカで生まれて、えー、3歳の時に日本に行きまして、で、12歳の時にまた、えー、アメリカに戻って、ワシントン州の方なんですけれども、 でそこで、えー、と23歳まで、えー、いまして大学アメリカの大学を卒業して、まあ、そこでサッカーをしてでそこで、えー、スカウーシップも獲得してディビジョン2でやってました、えー、大学卒業後ではアメリカの、まあ、プロチームとかも、えー、トライアウトとか、えー、受けたんですけどなかなか決まらず日本でチャレンジしたいと思って日本で。 えー、23、24の時に来まして JFL で1年間、えー、チームに所属してましたでその後は、まあ、教育関係に携わって、えー、数年前からこの事、えー、業アメリカサッカー留学の事業に携わってますはい、えー、で今回の記事はですね、えー、アメリカ大学留学の準備、えー、多くの選手がね今、まあ、アメリカの大学に行く準備をしているのかなと思いますし、まあ、これからアメリカの大学に行きたい え、選手がどん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 増えてきてると思うので、まあそういう選手のために、まあ留学でどんなマインドセット、どんな心の準備をすればいいのか、っていうことをちょっとお話ししていきます。まああの物理的な準備はもちろんエージェントさんとか、まあ両親とか、まあ、自分あ、そうですね、他の人がでやってもらえることが可能なんですけれども、 まあ、心の準備は自分でしかできないですし、まあ、そのためにどんな準備が必要なのか、えー、そしてどのような、まあ、マインドですね、えー、心を、えー、準備すればいいのか。で、まあ、えー、異国の国に行った時に、その、生活に必要な心構えなど、えー、話していきます、えー。まあ、ブログの方では僕の SNS、インスタ、主にインスタなんですけれども、そこから情報発信もしてますので、 ぜひフォローしてください。はい。まずは知識ですね。まあ皆さんはサッカーはまあ子供の時からねずっと準備してまして、まあ、準備、準備って言ったらちょっとおかしいですけれども、まあ、えー、サッカーに関しては知識も経験もありますし、まあ十分な準備はできています。まあけれどもアメリカの大学制度、制度ですね、については無知なはずだと思います。まあ、少し、えー、エージェントさんからのお話聞いてるかもしれませんけれども、 まあ、ある程度自分で知識持っておいた方がいいと思いますので、えー、もしそれがないと、まあ、大きなお、ね、どこかの大学に入学しても、大きな落とし穴が、えー、待ってるかもしれませんので、十分な知識を、ね、アメリカ大学の制度をどうやって卒業できるのかとか、どんなクラスがあるのかとか、そういう知識を十分にあった方、あの、備えといた方が僕はいいと思います。 えー、まずはですね、まああのー、アメリカ大学に詳しいエージェントを通して、えー、留学していることが一番いいと思います。で、そのアメリカ大学を経験しているエージェントの方が一番おすすめです。えー、なぜかというと、やっぱり、あのー、いろいろな落とし穴とかそういうことをもう実際に経験している人たちが、えー、導いてくれた方が、えー、まだ安心できると思います。なので、まあえー エージェント選びが大切だと思います。そしてそのエージェントからしっかり教育を受けて、アメリカ大学制度に関する情報、えー、知識をしっかり得て、えー、まあ、全体的にね、アメリカの大学がどうなっているのかをぜあの理解した方が絶対いいと思います。はい、次ですね。次はゴール設定。これ一番大切だと思います。 まあ何のためにアメリカ大学留学するのか、この点を深く考えた方が僕はいいと思います。えー、もしプロになりたいっていうえ理由でアメリカ大学行くのはあんまりお勧めはしません。えー、なぜかというと、プロになりたかったら日本でなった方がいいと思います。あの、大学、高校卒業してから。まあ、それが無理な場合であると、 あのー、まあ、大学行って、そこからプロになるっていう道があると思うので、そっちの方がいいかなと思います。えー、で、アメリカの大学は、まあ、大学って、まあ、日本でもそうですけれども、まあ、勉強するところなんで、あのー、やっぱり、そのゴールも必要だと思いますね。あのー、学業のゴール、何を得て、えー、大学に行って何を得たいのかっていうところもしっかり考えた方が僕はいいと思います。 えー、で僕の経験からなんですけどアメリカの教育のいいところっていうのは、まあ、ディベートとかディスカッションこうやって話し合って、まあ、意見を言い合う教育文化があるのでそれはすごくいい、えー、影響だと思いますでまあキャンパスライフですねまあ私生活の中でも世界中の人から、えー、世界中の人と出会って、まあ今日えー、と授業以外でも学べる機会が多いので まあそこからね、そこからの出会いで、なんかいろんな仕事に発展したりとか、あもしかしたらもう、えっ、ー、と、ね、ヨーロッパの選手も多いんで、まあ、えー、卒業後ヨーロッパにね、あの、えー、サッカーチャレンジしに行くとか、まあそういう関係もできるんで、すごくいいとこだと思います。で、まあ、あその他にやっぱじ人生で他に何が興味あるのか。皆さんはずっとサッカーやってきたけども、 サッカー以外に何か興味あるはずだと思います。それを探るためにも、えー、大学っていう場所はいいのかなと思いますし、えー、そうですねあの。そういうことも考えて、えーまあ、サッカーのゴール設定、そして、えー、学業ですね。何を学びたいのか、そういうゴール設定も知、えー、っておいた方が僕はいいと思います。 で、まあ、ゴール設定なんですけれども、例えば、まあ、英語を身につけるとか、まあ、えーまあ、学費を100%免除、えー、受ける、えー、アメリカでプロになる、えー、アメリカ大学卒業後は世界でサッカーする、などなど、大きなゴール、大きな夢を、えー、行く前に設定しといた方が僕はいいと思います。で、えー、次ですね、マインド設定。えー、ここは、えー、マインド。 についてちょっとお話しするので、えー、まあわかりやすく高校生でも分かるようなお話をしようかなと思います。えー、マインドっていうのは、まあ要するに日本語で言うと心なんですね。で、心は、まあ日本語で言うと己とかその私っていう感覚です。えー、で、心の中にいる,、えー、にいるあの自分と考えてもいいかなと思います。 この心はまあ心っていうものはあくまでこれ私の考えなんですけれども、えー、一番シンプルに理解しようと思ったら心は言葉で成り立っているというふうに考えたらいいんですなので言葉遣いっていうのが非常に、えー、大切になってきます、えー、ブログの方でも、まあ、心イコール言葉って書いてるんで、まあ、例えば僕は下手だからとか 僕には無理とか留学してる時に、まあ、この国が嫌だとかなんかそういうここ言葉をどん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 毎日心の中で使っていくとそれが現実になってそれしか見えないようになってくるんですね、まあ、逆に、えーまあ、留学してる時にどんな,なんていうんですかね壁にぶつかっても心の中で僕はできるとか。 俺は絶対にできるとか俺は絶対に自分のゴールを達成するとかあのそういう前向きな言葉を自分の心の中でかけていると、まあえー、どんな、まあ、難しいことでも、まあ、厳しいことでも通り抜けられると思います。で、まあ、これはちょっと、えーまあ、神秘的な。 言葉になるんですけれども英語で「as within as without」というフレーズがあるんですねでこれは日本語で言うと「内なる中には、えー、ごめんなさい内なる中は外にも」っていう訳になるんですけれども、まあ、これをシンプルに言うと心の中にあるものは外にでもある心に思ったことは外でも現実に起こるものですっていうことなんで 要するに、まあ、頭の中で描いてた、えー、理想とか、えー、夢とかが、あの、心の中にある、頭の中にある、どちらでもいいですけれども、まずそこにあってから、外にあるっていう、えー、まあ、一つの、えー、成功法則って考えてもらったらいいです。なので、まあ、先ほど言ったんですけどこ、言葉には必ず気をつけてください。 そして嫌なことがあったらすぐ、あのー、人間誰で,でもそうなんですけど変な言葉を使って自分をこう,何て言うの自分の人生をこう悪くしてしまうんですよね言葉でね。なので、まあ、いいマインドセットはいい言葉っていう風に覚えてもらえばいいです。 え、まあ留学しているときには、必ず、まあ一年、当初、一年目ですよね。絶対うまくいかないことが多いんですよね。特に異国に行くっていうことは、うまくいかないことが、もう、すごくあるんで、帰りたいっていうふうに、必ず、一度か、数回はなると思います。その時に、ゴールをもう一度確認して、何のためにアメリカに来ているか。そして、自分はできるという強い意志というか、強い言葉を、 投げかけて、毎日ね、毎日それを投げかけて、えー、心を作っていく、自分を作っていくっていう方が一番おすすめです。で、まあ、自分の心の声は自分でコ,コントロールできます。これは絶対必ずできます。えー、その自分がもし悪い言葉を自分にかけている場合、それに気づいて、もうそれを断ち切っていい言葉をかけてください。 で、その以外のものですね。あの、外の世界のものってあんまりコントロールできないので、ね、自分のコントロールできることからやっていった方がいいと思います。はい。以上で、えー、今日の、えー、記事になります。もしアメリカ留学が興味ある方は、我々にお問い合わせください。ブログの方からホームページがありますので、そこから飛んでください。えーまあ、僕に、えー、個人的に質問があれば、えー、もし留学中の生,生徒さんで、もし、あの、もし、 あの手伝いがいれば、まあ、無料で SNS の方から、えー、質問とか答えられるので是非とも、えー、連絡くださいはい以上です Go u s s a goodbye